はい、こんにちは、ピースの渡辺です。今日はですね、オークションの方よりこの間落札してた車の方を力走屋さんの方に依頼してでね、運んできてもらいました。今回、4台ほど落札してましたね。こちら今落としてもらうのがステップワゴン と、プリウス、あとはライフにゼスト、ね、ピースあんまりハイブリッド車とかやってないんですけども、そろそろね、ちょっとずつ手かけてみようかなと思いながら落札してみました。あとステップワゴンも今までピースで、仕入れたことなかった、なんていうんだっけね、このモデルね、 RG1 の次モデル、平成22年式のステップワゴンね、色合いいね、このパック系のやつ、いい感じの色だ。まあ一応落としてもらってから撮っていきます。はい、とりあえず今ステップワゴンの方を落としてもらいました。どんな感じだろうね。現車確認をしないでネットの方から、業者オークションネットの方から入札落札した車になりますね。鍵がない、よいしょ。11万4000キロ評価点が 3.5 ですね。見えるかな、今届いたばっかりで、こんな感じ、評価点 3.5、 評価点 3.5 の22年式ステップワゴンですね。11万4000キロになります。11万4000キロ、5000キロくらいだね。だからね、ナビ付き、バックモニターは、まあバックモニターも付いてる、 いいね。評価点 3.5、 まあちょこちょこ傷はあるだろうね。ボンネット、まあ、ちょっとでも綺麗だな、思ったより綺麗かな。もうちょっと痛みが激しいかなと思ったんですけど、あ、ここがちょっと目立つかな、うん、いいね。22年式のステップワゴン、パワースライド、両側パワースライドついてますね。全く持って今届きたてです。いいですね。ピース、このモデル初めてです、落札してきたの。なかなかさ、値段の方がね、ずっと高かったもんで、これちょっとね、値段買いやすく落ちてきたところですね。やっぱまあ10年おじだからね、10万キロオーバーの10年おじってとこでやっぱ買いやすくなったね。うん、ちょっと今回落札してきてみました。まあまず点検してから点灯出ししていくような感じですね。それと、あとプリウス落札しました。30系のプリウスね、いいんじゃない、これも綺麗だな、ハイブリッド、うん、これ綺麗だな。評価点は 3.5 か4くらいだったような気がするな。まずプッシュスタート、はい、あ、エンジンかかんないよね、ハイブリッドだから。評価点が4点だ、綺麗だね、4点。22年式、22年式の13万8000キロ、ま、エンジンかかりました。綺麗じゃないかな、内装外装ともに。よいしょ、うん、綺麗だ。13万8000キロ。ハイブリッドのね、中古車、ピース、今まで全くもって取り扱いしてなかったんですけども、うん、なんか調子良さそうですね。まあ、まずはこいつもテスト走行とかしながら、点検かけていって、検討出ししていくようになりますね。また綺麗です。本当にこれ綺麗だな。4点、 評価点が4点もらってから、まあ中古車としては走行距離の割には状態良さそうな感じがしますね。はい、それと無難なところ、私大好きなライフ JB5 モデルですね。はい、うん、いいですね、安定してますもうこのモデルはね、
もう余裕ですね。調子良さそうですね。こいつも評価点4点だ。評価点4点、4点の、17年式ですね。8万9000キロです。まあ9万キロだね、うん、よいしょ。まあ、こんなのも今回入荷してます。評価点4点。ピースで、こうやってオークションの方から落札してきて、自分のところで点検かけて、軽自動車に関しては全部予備検を通して店頭に出すんですけども、で月に1回ずつ中古車鑑定書っていうのを作ってもらうのに、プロの鑑定士さんに来てもらいながらね、鑑定書も作ってもらってます。まあこうやってオークションの方でさ、4点募集とかもらってたり 3.5 とかやっぱりこうもらってるような車だと、まあやっぱり4点もらえる比率が高いですね。まあ基本4点もらえるよね、そういう車は。やっぱまあ鑑定士さんプロだからね、まあどこの検査員でもある程度まあ水準が決まってるのかなっていうのがあると思うんでね。まあ綺麗です、うん。で、修復履歴度がついてる車に関しては評価点がつかないんですよ、このオークションのこの修理車業界のやつで。修復履歴のついてる車っていうものは R10 表示になるんでね、うん、修復履歴者。まあでもその修復履歴っつっても、まあ事故性の高いものなのが、まあちょっとしたその骨格部分に傷がついてる程度のものなのが、うん、事故性があるかないかっていうところがかなり重要だと思いますね、うん。修復履歴イコールドーンとぶつかってるような事故車っていうふうなわけではないっていうのがたくさんあります。まあそこら辺も含めで私の方は、私はね、仕入れするときに、そういうのも気にしながら買っています。修復車としてもまあまあ基本的にやっぱり評価点ついてるやつを買えば間違いはないんだけど、クイズもゼスト評価点 3.5、なんだ20年式ね、9万キロちょい、いいね、いいですね、安定のです、いいね。まあとりあえずこの辺の車たちも、しっかりと点検かけながら、なんだ仕上げをして店頭に出していこうかと思います。はい、今日はですね、あと車の仕上げの方もやってます。この日産のモゴとか、これは仕上げっていうかフロントガラス飛び石があったもんで今リペアしてます。リペア、ちょっとした飛び石だったら、こうやってね修理して、まあ消すことはなかなか難しいです、正直なんだけど、だいぶ綺麗にはできますね、ちょっとしたもんだったらね。まあうちでもこんなリペアなんかもやってます。こうやってリペアして、明日あたり車検の方に行きたいなと思ってはいるんですけどもね、日産のモコです。それと、トヨタのピクシスは、この間車検を通してきてます。ほんで、今日内装を仕上げて、外装までは明日かな、まあ明日には、全部仕上がって店頭出しができるかと思います。はい、それとですね、こちらのタントエグゼ、こちらのタントエグゼ本日ね車検の方に行ってきた車ですね。今から内装外装仕上げで、こいつも明日にはお店の方に出せるような感じだね。こいつもね、はい、あと、スペーシアカスタムも仕上がってます。もう明日には値段出しが全部できてますね。週末に合わせて無事でこういう風に1台ずつ点検かけながら車検を通して内装外装仕上げで店頭に出す、ネットに出していくっていう風な流れでやってますね。このスペーシアカスタム一応ね、もうお値段の方はもう点検の方を終わらせて車検も通してきてたんで、これねピースで珍しく後年式の車でね、なかなかうちであんな新しいの仕入れないから、もう先に値段だけ一応作っておきました。プライスボード、こちらこちら、じゃーん、スペーシアカスタムね、26年式の10万と7000キロ、車体価格が50万円で、初費用を一応10万円ってことで出そうかなと思ってました。なんで込み込み価格60万、車検2年付き、タイヤも新品のワンセット付けさせてもらって、バッテリー弱かったからバッテリーも新品付けちゃいます。で、福島県内、宮城県内のお客様、納車費用まで込み込みでもう、全部で60万円での乗り出し価格での予定ですね。もう値段の方は決まってます、まあ、一応車体価格50万、込み込み60万円で乗れます。
まあ、明日にはネット出しと店頭の方に値段出しが全部終わってますね。ピースで、このね、最近さ、アイドリングストップの車が増えてきたんで、今日ね、バッテリーをパーツ屋さんからドカッと入れてもらいました。どこだっけ？あ、これ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 ね。はい、これ、アイドリングストップ用のバッテリーです。40個。一気にね、仕入れました。まあ、もともとこのバッテリーとか、軽自動車のバッテリーとかはね、50個とか60個とかね、まとめて軽の、やつは入れてたんですけど、今回初めてアイドリングのやつもまとめて、アイドリングの高いね、アイドリングストップ用のはね、やっぱ専用バッテリーで高い、普通の軽度全然違うね、倍以上してるかな、倍以上してるよね、うん、いや高いなと思いながら、いやでもね、やっぱりさ、お客様に引き渡すときにバッテリーもちょっとよ、まあバッチリ残ってるやつだったらいいんだけど、弱ってるやつの場合はね、交換してから引き渡したいなと思ってやってます。まあ一応アイドリングストップのバッテリーピースでもね、最近アイドリングストップ用の車増えてきたんで、こんな感じでやってます。はい、ほんで今ちょうどシカちゃんも今日車検に行ってた車1台帰ってきたところですね。このタント、こちら平成24年式のタントですね。今日車検の通してきました。13万3000キロぐらいだね、ナビ付きの。こいつも今から明日明後日のうちには、仕上げの方やって店頭に出していきたいと思います。パワースライドドア、最近ピースでこのパワースライドドア、横スライドドア系の車だいぶ増えてきたんでね。あ、これ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 、エコアイドルね、アイドル、アイドリングストップ、これ本当に最近増えてきたからね、ハウジでも。まあなんでこんな感じで、どんどん仕上げの方やってます。いいね、みんな頑張ってくれてます。いいね、一応何やってんだか。ん？それ、まあ、一応ね、こんな感じでどん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 車の方、仕入れた車、仕上げの方やりながら店頭にどん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 出していきます。また、週末に向けて明日も車検の音をしながら、また仕上げの車やっていきたいと思います。先ほどの担当だったりもね、あったんで、この辺の思うことがもこいつらも、どん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 仕上げていきますんで、20万30万円最近だとね、40万円とか50万円のちょっと、単価の方上がった車たちもちょこちょこ入荷してました。足帰りの車だったりね、何かお探しの方いらっしゃいましたら、ぜひぜひどうぞ、低価格車専門店ピースよろしくお願いいたします。バイバイ。